こんにちは。あの香川博史です。 えーブログを書いたり本を書いたりするときはね、山癖陽次という名前使ってますんでね、ぜひ見てくださいね。えー、世界にこう通用する人材とかね、まあ世界に出ていきたいなと思う人って多いと思うんですけど、そのためにはね、話題力が必要でしょで、その時にね、今世界で起きてるいろんな世界情勢とか、そういうことってね、非常に実は身近なことで、向こうの人では日常のように話している。じゃあそんなことをちょっとね、ピックアップしてみたいなと思うんですが、その時にね、世界史を知っておくとすごくいいんですよ。 それで今回からですね、シリーズで世界史についていろいろ話したいんです。で、それがなぜかと言ったら、現在と繋がってるからなんです。我々の生活と直結してるからなんです。世界史というとね、なんかすごく過去のことで年号を覚えたり、人の名前を覚えたり、めんどくさそうですよね。でも違うんです。実に面白いんですよ。これってね、人間の活動そのものだし、私たちの今の生活とそのまま、まあなんていうのかな、そのままに投影されるんですよね。例えば一例を言いましょう。例えばね、 こういうことです。インターネットの時代だと今言いますよね。ネットで情報がどんどん拡散します。この情報が拡散したってことなんだろうと思うと、その元々の,元の起こりって、実はですね、1445年にね、グーテンベルグという人がカッパ印刷というね、印刷術をね、発明したことなんですよね。カッパ印刷って何かと言ったら、それによってこう印刷が、今まで、それまではね、全部写本をしたりして、 苦労して本を少しずつこう人に伝えてたんですけど、それからは印刷物で、こう世界中に、ってというよりもヨーロッパ中にね、こう、自分の考えを広げることができるようになった。これを最初にね、活動し、活躍、あの、活用した人。これがね、ルターさんなんです。マルティン・ルター。宗教改革をしたです人ですよね。カトリックというね、権威があって、教会があって、それがいろんなことを制限して、神の教えとかそういうものをね、教会が全部闘争してた。そんなことじゃいけないじゃないかと。 ね。要するに神様と自分とは直結してるんじゃない。だから自分のこう信仰を大事にしようと。 いうことで、1517年にね、あの、カトリック教会に対してね、95ヶ条のね、こう質問状を出したんですよね。これで起こったカトリックの人たちは、お前は波紋だと言ってね、当時はね、そんなことになると大変ですよ。火破りになったりねあの、残酷な刑が待ってます。でも、ルターは戦ったんですよ。何を使って戦ったか。これはカッパ印刷なんですよね。印刷物をどんどん配布することによって、自分の意見がね、あっという間にヨーロッパ中に広がったから、賛成派と反対派に分かれてね、ヨーロッパが大変なことになっていく。 この原因を作ったんですよね。つまりメディアが始まったんです。このメディアが始まった1445年から現在までずっと人間はメディアによって考え方がこう伝わり、左右されるようになったんですね。インターネットで我々がね、いろんなことを拡散する。その物事の原点というのがあの時に始まったんだってこと。こういうことをちょっと知っておくとね、すごく面白いかなと思います。またね、次の話題をこう考えてみますね。